どうもこんにちは、陽平です。今日はですね、ルート4プレイオムニフィールドパンツを紹介したいと思います。パンツの詳細などを話した後に SMLXL4 サイズを私が着用してサイズレビューする動画の内容になっているので、お時間ありましたらぜひご覧ください。では行ってみましょう。はい、今回紹介するオムニフィールドパンツなんですが、完全にルート4オリジナルの企画になります。ルート4の製品はですね、スタッフの人がですね、釣りやキャンプ、アウトドアを通じて、そこからインスピレーションなどを得て製品作りに生かしているブランドさんなんですけども、これまではですね、コラボアイテムとしてパンツをリリースしていたことはあったんですが、もう一度言います、完全オリジナルです。今年の夏に第1弾で、ショーツをリリースし、今回このパンツは第2弾目になります。当店はですね、ルート4立ち上げ当初からですね、お取引をさせてもらってるんですけども、当初はですね、スマホケースを中心としたモバイルギアアイテムが展開されていたんですけども、ここ数年ではですね、アパレル、そしてスマホケース以外のアイテムも発売、充実していまして、成長をね、し続けているブランドさんになります。ですのでぜひ皆さんね、チェックしてみてほしいです。そして肝心のアイテムなんですけども、このパンツを企画した、ルート4のスタッフの方とやり取りさせてもらうことがあるんですけども、企画する際に意識した点は、大きく分けて2つあるっていう感じですかね。1つ目は機能性はあるけどデイリーユースでも使用できるっていうところ、2つ目はルート4の製品が使いやすい仕様になっている点になります。まず1つ目はですね、釣りやキャンプ、アウトドアする際にはね、もちろんね、使用できるんだけど、普段履きでも履けるような、仕上がりになっていると思います。それを感じるのが、特にシルエットの部分ですね。ダブルニーの仕様になっているんですけども、丈夫さ、耐久性もね、意識しつつも、形がですね、これテーパードかかってるんですよ。なので太すぎず細すぎずのところで、抑えているというところが、待ち履きでもいけそうですね、というかいけますねっていうね、感じさせてくれるところになります。でその他にも、裾にドローコードがついていて、調節が可能だったり、前後ポケット4つあるんですけども、全てねジッパー付きの仕様になっているんですよ。なので、ジップ閉めればね、もちろん、中に入れているものが落下しない作りになっています。そしてあとはですね、耐久撥水加工のある生地を使用しているところが機能性の部分になります。そして2つ目の先ほど言ったルート4から出ている製品が使いやすい仕様になっている点なんですけども、この画像をねちょっとご覧ください。正直これも機能性の部分に含まれるんですけども、まずはねこのギアループというね、箇所がありまして、ウエストの両サイドとフロントの右部分ですねに、このカラビナループ、ギアループなんですけども、ルート4のマグリーフシリーズのカラビナなどを取り付けることができ、かつサイドのポケットはルート4の iPhone ケースが入るサイズ感になっているので、このギアループにねマグリールなどを取り付けてポケットに入れることで落下防止にもね配慮した作りになっています。つまりはですね、パンツとケースとカラビナぜひセットでいっちゃってくださいっていうことですね。本当にね企画上手だなって思います。ですのでこのパンツは、本当ねルート4らしい、こう差別化したというか、もう隙間を狙ったって言えばいいんですかね、そういったねプロダクトだなっていうふうに私はすごく感じています。でこのアイテムはですね、3色展開になります。当店はですね、ブラックとカーキの2色セレクトしてみました。どれもね合わせやすいカラーだと思うんですよ。ネイビーもね捨てがたいカラーではあったんですが、やはりねこの2色はね外せなかったっていう感じです。はい、そんな感じで続いてはですねサイズ感に行ってみたいと思いますので、ぜひ、サイズ感参考にしてみてください。
ドン。はい、まず S サイズ着てみました。こんな感じです。はい、S サイズの寸法と私のスペックはこっちに載せておきます。で、 S 着用してのレビューなんですが、とてもね、ジャストサイズですね。今ここベルト止めている状態なんですけども、別にウエストがすごい窮屈とか緩いっていうわけではないです。こうやってジャンプしても落ちてこないので、すごいね、ジャストサイズだと思います。かつゴムになってるんで、全然まだこう私が太ったとしても多分ね、履けるぐらいの許容はあるサイズになっていると思います。ちょっと大きめな作りなのかなっていう風に感じますかね。で、 S でも割とここのお尻周りとか、この ももあたりまでっていうんですかね、は多少ね、ゆったりしてるっていう感じです。わかりますかね、ここら辺のお尻のたるみぐらいはすごくあります。ですけど、やっぱテーパードがかかってるんで、下に行くにつれてすごい綺麗なシルエット出てると思います。なので、まあ私のような体型の人がジャストサイズで履くなら、全然 S サイズで OK だと思います。すごいね、綺麗な形出してますよね。かつやっぱストレッチ効いてるから動きやすさあるんですよ。この股下がですね、ガゼットになってるんで、あの S でも全然動きやすいです。あの多少こうね、タイトな感じがすると思うんですけど、シルエットを見る限り。ただね、めっちゃ動きやすいです。すげえ動くここら辺がね、伝わればいいなと思います。はい、そんな感じで続いて M サイズいってみます。はい、次 M サイズです。こんな感じです。はい、M の着用レビューはやはり S より比べてゆったりなってきてるっていうのは、まあ当たり前ですかね。あとね、ちょっと気になり始めてるのがレングスの長さもちょっと変わってるんで、クッションがね、裾の部分のクッションが結構ね、出てきてるかなっていう感じがします。あと、まあ、S でも言ってるんですけども、ここの腰周りお尻部分のこうゆとり感っていうのはすごくある中で、まあ、下に行くにつれて細くなってるっていう形なので、多少ゆったり着たい方であれば M サイズを着用してもいいのではないでしょうか。あの M サイズでも実はここ止めてなくても落ちることないんですよ。で、ゴムでもあるんですけど、これもね、体型が変わったらあの対応できると思うんで、まあやっぱシルエットが参考になればなっていうところですかね。 M の着用す M を着用するとこんな感じですよっていうのがね、まあ、少しでも伝わればなっていうふうに思うのと、あとはやっぱシルエット感の好みになってくると思います。この感じだとね、多分 L でも全然いいんじゃないかなって僕思いますね。もうウエストはベルトで調節できますし、なんだろう、こう心配はないですね、落ちてくる。そんな感じですかね。まあ M になるとちょっとやっぱり先ほど言いましたが、まあ、丈の長さがね、ダボっとしてくるっていうのが、まあ、ちょっとね、出てくるかなと思います。はい、そんな感じで続いて L サイズいきます。はい、次 L サイズです。こんな感じです。はい、 L はですね、ウエストあのね、ちょっとゆったりしてきたかな。あのホールド感はないですよ。でもジャンプしても落ちてくることはないんですが、あの多少のね、ゆとり感が出てきてます。ただね、ゆとりがあったとしても全然ベルトで留めちゃえばもうちゃんとね、ピッとするんで、ここら辺はね、まあ大きい小さい関係ないかなっていう感じですかね。で、やっぱりね、丈が長くなってるんですよ。総丈が長くなってるんで、今裾のアジャスターで絞ってます。じゃないとね、僕の身長だとちょっと裾すっちゃう長さになってきてると思います。なんで結構ね、クッションができてきてるかなっていう、もうボリューム感になっていると思います。まあ、全体的にね、ゆったりしてきていると思います。テーパードがかかってたとしてもね、
かなりね、ここのふくらはぎの部分もかなりね、ゆとり出てきてるんで、私の感覚としてはちょっとね、ダボついてきてるなっていう感覚がします。ただ L サイズでも別に悪くないシルエットですよね。なんかこういうシルエットで履きたい方って多分いらっしゃると思うんで、全然 L サイズでもね、問題ないサイズだと私は思います。ゆったりめがね、好きな方だったら L サイズぐらいがね、むしろいいのではないかと思います。はい、そんな感じで続いて XL いきます。はい、次は XL 履いてみました。こんな感じです。はい、XL はですね、ウエストもうかなりね、ゆとりあります。なのでジャンプすると、ずれてきちゃいますね。多分このままいくとずれ落ちると思います。ですが、ベルトでグッとね、締めれば多少は抑えられます。結構今グッと縛って、落ちてくることはないですね。なのでウエストは全然僕の体型だったら全サイズいけるかなっていう感じです。 S サイズの時からね、ずっと言っているんですが、ここがゴムなので伸びるんですよね。なのでかなりウエスト大きい方、体格が大きい方でも対応できる、やっぱりウエストの許容はあると思います。このぐらいあるのでかなり大きいと思います。で、あとやっぱシルエットもうダボダボですよね。ちょっと私の感覚ですと、やっぱさすがに大きいこれはちょっと XL はさすがにチョイスはしないサイズかなっていうふうに思います。ただまあ私のような体型がね、XL を着るとこんな感じっていうのが少しでも伝わればなっていうふうに思います。もちろんあの体が大きい方、私より身長が高い方とか体格がいい方だったら XL をチョイスしてもいいかもしれないですね。はい、ですので、まあ、履きやすさは、まあ、S の時でも全然履きやすい、シルエットというか素材ストレッチになっているんで、まあ、履きやすさっていうのはね、ここでは間違いないと思います。で、シルエットがね、少しでも、まあ、全体的に参考になればなと思います。はい、そんな感じで続いて4サイズまとめた動画流します。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。特にね、サイズ感が参考になれば幸いです。そして今回、紹介したアイテムの販売ページ URL は概要欄に貼っていますので、気になっている方はぜひチェックよろしくお願いします。はい、本日は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。